エラム帝国の版とエラム語は、系統不明の言語で、古代のエラム帝国で、紀元前2800年頃から、紀元前550年頃に使われ、紀元前6世紀から、紀元前4世紀にかけて、ペルシア帝国の公用語であった。最後のエラム語の文字による記録は、アレクサンドロス大王によるアケメネス朝の征服の頃に残されている。現在は死語になっている。 数世紀をかけて3種類のエラム文字が相次いで発展してきた。現在はどの文字も使われていない。ゲンエラム文字はエラム文字の中で最も古い。紀元前2900年頃にエラムの首とスサで使われたものが最古の記録である。ゲンエラム文字は初期のシュメール文字から発達したと考えられている。 ゲンエラム文字には約1000の文字種があり、一部は表意文字であると考えられている。ゲンエラム文字はまだ解読されていないため、この文字がエラム語を表していたのか、他の言語を表していたのかは不明である。アザ型は縦長のひし形やアスタリスク、垂直線、垂直線に三角形を追加した形状など、幾何学図形から成り立っている。 エラム線文字は現エラム文字から派生した音説文字である。紀元前2250年頃から2220年頃の間に使われていたことが知られているが、おそらくそれより以前に発明されたものである。エラム線文字は主にバルター・ヒンツとピエロ・メリッジにより部分的にのみ解読されている。エラム線文字は約80の文字を持ち、縦書きで上から下へ書かれ、行は 左から右へ並べられる。エラム語設計文字は、紀元前2500年頃から、紀元前331年にかけて使用された。これは、アッカド語の設計文字を借用したものである。エラム設計文字は、約130文字からなり、他のくさび型に比べるとはるかに、文字数が少ない。語順は SOV 型である。 エラム語の文法は二重格と呼ばれる名詞の格の一致を有する。エラム語は、こ着語であり、その近隣で話されていた、セム語族や、インドヨーロッパ語族の言語とは禁煙関係にない。エラム語は、シュメール語と、姉妹語であると主張する人もいる。ロバート・コールドエルは1913年に、ベヒストゥンヒ文のエラム語と、ドラビダ語との比較を行い、 フェルディナンド・ボルクは、エラム語が現在インドで話されている、ドラビダ語系のブラーフイー語と関係があるとの説を提唱し、これらの説を継承したデイビッド・マカルピンは、言語学的分析を行っている。また、ドラビダ語族とウラル語族、アルタイ諸語の間には、文法の著しい類似性が存在し、このことは、両者が共通の起源より派生していることを示唆する。 両者の共通祖先として、選ム後の存在を位置づけることができるかもしれない。ありがとうございます。